富士橋鉄道駅舎跡地の石部峰方軌道は19世紀末から20世紀初頭にかけて静岡県に存在した営業用の馬車鉄道である。日本で6番目の馬車鉄道であり、静岡県最初の施設鉄道である富士橋鉄道は関節鉄道東海道線の鈴川停車場から入山前2889年に建設された富士市の工場付近を経て、 大宮町に至る 14.1km を1890年6月26日に開業した。開業時の運賃は片道1区あたり大人2線であり、全線は5区に分けられていた。藤橋鉄道の基間は 609mm、使用レールは12ポンドのものであった。駅には、すれあいと呼ばれる列車交換の設備が設けられたが、駅ではないところからも乗車できたという。 御社は別当と呼ばれ、黒ら社に金ボタンの制服と、つばつきの黒い帽子を身にまとっていたという。鈴川から旧吉原塾付近までは、東海道を起動軸として用い、吉原塾から大宮までは、新たに開通した、福音10メートルの道路である大宮街道の上に、線路を道路の北に寄せて敷設された。1908年には、藤橋鉄道は、 富士鉄道に解消された。1910年には途中の長沢から東海道線の富士停車場までの支線が設けられた。一等建ての客車の定員は大概12人であった。貨車も有していたほか、鈴川と大宮の間では郵便輸送を受け持っていた。1911年の時刻表によると運転系統は 松山町と鈴川の間、松山町と富士との間の二つとなっており、列車はそれぞれ15往復設定されていた。所要時間は、鈴川と長沢の間が約50分、富士と長沢の間は約24分であり、長沢から松山町までが約74分なのに、対して反対方向の松山町から長沢までは最短で60分となっていた。 同時刻表によると、駅は、鈴川、与田橋、新橋、吉原、三日、四条、伝房、長沢、入山税、高岡、天馬、二号、玄道寺、東、新町、神田町、松山町のほか、長沢から分岐する支線には、堀下、国久、富士が置かれていた。1912年に、富士と甲府の間の鉄道布設を起とする、富士見延鉄道に、 富士鉄道の全線が買収された。1913年には、富士見の部鉄道の富士駅と大宮町駅との間の 1067mm 期間の路線が開業し、並行する馬車鉄道の大半は廃止となった。馬車鉄道として残った区間のうち、鈴川と旧宅の間は、1918年に、 吉原町東本町から、室村中里までの軌道新設を、目論見み富士郡今泉村の学南製紙株式会社の関係者により起こされた、根方軌道に譲渡された。根方軌道では、動力は引き続き場によっていたが、日本で最初にガソリンカーを旅客営業鉄道で走らせた吉馬軌道よりも前に使用されたことがあったとも言われている。 1923年度末の寝方軌道の車両数は客車12両、貨車5両であった。寝方軌道の路線は1924年に廃止になった。なお、富士見野部鉄道が引き続き保有していた大宮町内の馬車鉄道路線は1926年に廃止されたほか一部が富士軌道に譲渡された。鉄道員連邦、鉄道員鉄道統計資料、 鉄道省鉄道統計資料各年度版により、ありがとうございます。